アーロン・ハラング、アーロン・マイケル・ハラング、アーロン・マイケル・ハーン、1978年5月9日対、は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手、投手。現在は、フリーエージェント。の、MLB ドラフトで、ボストン・レトソックスから22巡目、全体661位指名されたが、契約せず、サンディエゴ州立大学へ進学した。 の MLB ドラフトでテキサスレンジャーズから6巡目全体195位指名され6月7日に契約。この年は参加のルーキー級プラスキレンジャーズで16試合に登板し9勝2敗1セーブ防御率2.30だった。y q シャーロットレンジャーズで28試合に登板し13勝5敗防御率3.32だった。 2000年12月12日に、ランディ・ベラーディとのトレードで、ライアン・カレンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。は AA 級、ミッドランド・ロックハウンズで27試合に登板し、10勝8敗、防御率4.14だった。は AA 級ミッドランドで開幕を迎えたが、5月25日に、アスレチックスとメジャー契約を結び、同日のタンパベイ・デビル・レイズ戦で、メジャーデビュー。 7回を無失点10奪三振に抑え、ティム・ハドソンに次ぐオークランド移転後の球団史上2人目となる2桁奪三振を奪った投手となった。メジャー2試合目の6月3日の登板では4回まで無失点に抑え、メジャーデビューから11回連続無失点を記録し、2、ジョン・ジョンソンが記録したデビューから10回連続無失点のオークランド移転の球団記録を更新。7月23日に、 トリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ降格したが、翌日の24日に、テッドリリーが故障者リスト入りしたため、メジャーへ最小を隠した。その後は6試合に登板したが、8月26日にトリプル A 級サクラメントへ降格。9月4日に最小を隠した。この年は16試合に登板し、5勝4敗、防御率4.83だった。3月20日に、 トリプル A 級サクラメントへ移動し、開幕を迎えた。トリプル A 級サクラメントで9試合に登板後、5月24日にメジャーへ昇格。7試合に登板したが、1勝3敗、防御率5.34と結果を残せず、7月16日にトリプル A 級サクラメントへ降格した。2003年7月30日に、 ホセニーエンとのトレードで、ジョー・バレンタインと共に新シ,シナティレッツへ移籍。移籍後は、参加のトリプル A 級、ルイビル・バッツで1試合に登板後、8月9日にメジャーへ昇格。レッツでは9試合に登板し、4勝3敗、防御率5.28だった。2月27日に、レッツと1年契約に合意、開幕ローテーションに加わったが、6月4日に、 右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月26日に復帰。この年は28試合に登板し、チーム2位の10勝、9敗を挙げ、防御率4.86だった。2は、防御率3.83、11勝、163、三振を記録し、いずれもチーム1位だった。また、投手としての連続打席無安打の記録を更新しそうになった。 メジャーリーグ記録はのアンディ・ベネスによる50打数、ノーヒットだが、ハラングは49打数ノーヒットまで達した。1月17日に、レッツと1年契約に合意し、初の開幕投手を務めた。この年は36試合に登板、先発はリーグ最多の35登板し、リーグ1位体の16勝、脱三振は、球団史上13年ぶりに200の大台を上回り、 ジェイク PB を一つ上回るリーグ最多216三振を記録した。1956年にサイヤング賞が制定されて以降、最多勝ちと最多脱三振のタイトルを同一年に記録したが、ま、リーグの投手11人全員がサイヤング賞を受賞しているが、過小評価されており、投票では0ポイント。2月6日に総額3650万ドルの4年契約。 2011年1275万ドルの球団オプション付きを結んだ。7月23日のミルホーキーブルワーズ戦では10回まで投げ、チームは延長12回に2対1で勝利。ナリーグで1試合に10回以上投げたのは2005年4月23日のマークマルダー以来2年ぶりだった。この年は34試合に登板し、自己最多タイの16勝を挙げ、脱三振は 自己最高の218を記録した。は30試合に登板し、6勝17敗、リーグ最多敗戦投手、防御率4.78だった。は26試合に登板し、6勝14敗、防御率4.21だった。は22試合に登板し、6勝7敗、防御率5.32だった。4年契約の1年目こそ活躍したものの、 二年目には四年連続二桁勝利が途切れ、三年連続で六勝にとどまるなど、期待外れに終わったため、オフの11月3日に、レッツが1275万ドルのオプションを破棄し、FA となった。2010年12月6日にサンディエゴパドレスと400万ドルの一年、契約、2012年のミューチュアルオプション付きを結んだ。は28試合に登板し、 4年ぶりの2桁勝利となる14勝7敗を挙げ防御率3.64だった。オフの10月31日にパドレスがオプションを破棄したため FA となった。パドレスは11月23日に年俸調停を申請していたが契約には至らなかった。2011年12月8日にロサンゼルスドジャースと総額1200万ドルの2年契約。 2014年700万ドルのミューチュアルオプション付きを結んだ。6月7日のフィラデルフィアフィリーズ戦で通算100勝達成。この年は31試合に登板し、10勝10敗、防御率3.61だった。4月6日にラモンヘルナンデスとのトレードでコロラドロッキーズへ移籍したが、4月11日にスティーブン・ヘンスリーとのトレードでシアトル・マリナーズに移籍した。 移籍後は22試合に登板し、5勝11敗、防御率5.76と振るわず、8月26日にィーフとなり、8月31日に解雇された。2013年9月2日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。トリプル a 級ラスベガスフィフティィテワンズで1試合に登板後、9月8日にメッツとメジャー契約を結んだ。昇格後は4試合に登板し、 デ勝シ1敗、防御率3.52だった。オフの10月31日に FA となった。2月15日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだが、3月24日に放出され、同日にアトランタ・ブレーブスと1年契約に合意した。この年は33試合に登板し、12勝12敗、防御率3.57だった。オフの月日に、 FA となった。1月5日にフィリーズと500万ドル出来高の1年契約を結んだ。同年は29試合全てに先発登板し、チームのスターターでは唯一、規定投球回に達した。しかし、6勝に止まった一方を、リーグワースト3位体の15敗を喫し、防御率も4.86と精裁を欠いた。オフの11月2日に FA となった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。